ハイブリッドチャンネル始まるよ。どうもこんにちは、ハイブリッドちゃんです。今日はキャラメル号です。ジブリ大好きキャラメル号です。今日はですね、いや今日もかな、ジブリ大好きなキャラメル号が語りたいと思います。まあジブリって呼べるかは分かんないんですけど、私の好きな作品があってですね、皆さん知ってるかな、あれなんですよ、皆さん未来少年コナンって分かりますか。あっちじゃないですよ、ラネちゃんとかの方でもないし、てかそれじゃないですよ、先日はいつも一つの方じゃなくて、方じゃなくて未来少年コナンですよ。で大体まあコナンって聞くとやっぱその名探偵コナンの方が多分浮かぶと思うんですけど、私が今回お話をしたいのは未来少年コナンっていう作品なんですね。結構前になんかテレビとかでもやってたことがあって、で多分そこから私は見てたのかな、そこから見てて、でまあはあ、なんかそこでなんか小さいながらも好きっていうあの感情が湧いてですね、で大人になって見返してみて、やっぱ本当に素晴らしい作品だなって思ってですね、ちょっとただですね、知ってる人が本当に少ない、いや私も会ったことあったかなってくらいで、未来少年コナンって言ってもやっぱりん、何それは名探偵コナンと違うのっていう感じなんで、ですね、まあどんな話かと言われたら、男の子がいろんなものと戦いながら、それでも特別な力は特にないんですよ。まあ言うても力が強いとか足が速いとか、なんかそういう身体能力的なものはちょっと高いかもしれないんですけど、本当に普通の男の子が一人の女の子を救うためにもう世界を旅するようなお話なんですよね。でもちろん悪者はもう銃も持ってます、でっかい飛行機も持ってるし、でその男の子は何もありません。生まれた島は本当に取り残され、残され島っていう名前の島で生まれて、本当にもう自然しかないような島で生まれたんですよね。でそこに女の子がなぜか浜辺にこう倒れてて、でその子はもうあの残され島って呼ばれるくらいなんで、本当にもう人が少ないし、その子はおじいちゃんと二人で暮らしてたんです。その島に二人で暮らしてて、そこに女の子が流れて、その子は女の子を初めて見て、で連れてって、で仲良くなったんですけど、その謎の女の子は連れてかれちゃうんですよね。突然飛行機が来て、でそこから旅は始まるんですよ。でまあもちろんあの旅の中でいろんな仲間と出会ったりとかもするんですけど、悪者だった人がすごいこういい人になったりとかっていう、人の感情の移り変わりとかもすごいなんか分かりやすくというか、なんか描かれてて、本当に私はあの作品が好きですね。ただね、もちろん私も語りたいんですけど、さっきも言った通りあの知ってる人がとても少ないんですよ、本当に。だからなんかこのシーン知ってるって聞いても、いやそもそも作品がちょっと分かんないかなとか、名前だけ知ってるっていうね人は結構見たことあるんですけど、なかなかねいなくて、ぜひね、もしまあみんなの中で知ってるとかいれば、もうぜひちょっと書いといてください。もうなんかはいみたいなのだけでもいいんで、そうしてるけどなんか私あ一人じゃないんだ好きな人みたいな、まだ忘れてない好きな人がいたんだってなんかね強く生きれる気がするので、ぜひもしよかったら教えてください。未来少年コナン大好きなんです私は。はい、あ特に誰が好きかっていうのはモンスリーが好きです。はい、今日はですね、まあなんていうのかな、そんなに皆さん分かるか分かんないか分かんないんですけど、私の好きな話をしました。聞いてくれた方ありがとうございます。またどこかでね好きなお話ができればいいなと思うので、ぜひ皆さん聞いてください。それではキャラメル号でした。バイバーイ。
本日もハイブリッドチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッドちゃんはツイッター、インスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。Thank you for watching Hybrid channel today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.